角太郎さん。真夏の今夜は寝苦しく、ちょうど高級な宝石をおねだりされているような夜になるでしょう。ほう、さあどういう意味？寝たいや、寝たいや、寝たいやになるでしょ。よーよーよー、え、並び順変えようよ。わかるよ、俺も、ね、うん、あんな答えが出たんじゃね。みんな来たよ。はい、歌丸さん、はい、ああ嫌だねったら嫌だね。ドーナツってこれとこれの間だもんね。ということで焦点を開き